京都大学2010年の入試問題です。図を見てください。こういった台車の装置があります。で、この棒の中央に紐を取り付けて先端に小球、質量スモール M の小球が取り付けられています。で、この最下点ではこの小球は台車の面に接するようになっています。で、この紐の長さが H ですね。で、このちょうど中央ですね、台車の長さは 2L です。その中央にこういう装置を取り付けています。で、小球、ここは壁ですけれども、ここで、この小球が滑ってここから手を離すと、ここでちょうど紐が切れてこのように台車のような滑らかに動きます。で、ここで、壁とぶつかってまた再び橋の方に行くという、こういう一連の運動を考えます。で、小球と壁との反発係数は E とします。で、一番の問題ですけれども、台車を床に固定します。まず最初はこの台車が動かないように固定しておきます。で、小球を A まで持ち上げて静かに離しますと、これ落下していきますけれども、最下点 B に到達する直線の小球の速さは A であり、この時の紐の張力は E であるという問題です。ここで台車を固定していますから、この運動だけを見ればいいですね。いいですね。で、この高さが H ですから、この位置エネルギーですね、位置エネルギーが MGH という位置エネルギー保存則を使います。で、この位置エネルギーが全てここで運動エネルギーに転化するということですね。ここを位置の基準としますから、で、こういうエネルギー保存則が成り立ちます。で、VGO はここでの運動エネルギーですね、2分の 1MVGO です。で、VGO は M と M が消えて 2GH で、 V はルート 2GH です。ですから、はこれが答えになります。で、最下点 B に到達した時のこの紐の張力ですけれども、紐の張力を T としますと、 T はこの重力 MG と、さらに遠心力ですね、これで V という速さを持っていますから、遠心力半径が H ですから、 MY の H 分の VGO という遠心力になります。ですから、これは何かというと H 分の M の VGO ですから 2GH ですね。ですから H と H が消えますから、これは何かというと 2MG になりますね。ですから 2MG と MG で 3MG になりますね。ですから答えは 3MG です。次の問題です。小球が最下点 B に到達しました。その時に紐を切ります。紐を切った時には小球は力石を受けないとします。で、この最下点 B ですね、 B からこれで滑っていきますけれども、摩擦がありません。で、壁 C に、衝突して跳ね返り係数は E ですね。で、ここで跳ね返って台車の端 D に行きます。その時のここから BCD ですね、その到達する端 D に到達するまでの時間は U であるという問題です。まず B から C へ行く時間を T の BC とします。で、ここでは V の速さですね、 V というのはここの位置エネルギーから運動エネルギーに転化したわけですから、 V はルート 2GH、 これ全問の結果ですね。で、これを割ったものが、これが T、 ルート 2GH 分の L ですね、これが L ですから、これが T、 BC、 B から C まで行く時間です。で、ここで壁で、反発しますけれど、衝突して衝突後の速さは反発係数が E ですから EV ですね。 EV の速さでもって 2L 行きますから、2L で、EV 分の 2L です。で、V はルート 2GH ですから、こうなります。で、これとこれを BCD は足したものですね、これとこれ足したものですから、これとこれ足したものでルート 2GH 分の L でくくりますと、ここがこちらが1ですね、これが E 分の2になりますから、これが答えになります。括弧2番の問題です。今度は台車をこの全問の場合はこの台車を固定しましたけれども、固定をやめてですね、
床の上を摩擦なく移動できるようにします。台車が自由に動くことができるようにします。で、この時に小球を A まで持ち上げて静かに離しました。その時に小球が最下点 B に到達する直線の速さは A であり、この時の紐の張力は O であるという問題です。前問の場合は台車を固定しましたから単純であったわけですけれども、今度は台車と小球が自由に動きますから、まあ、いわゆる二体問題ですね。でこの時にこの小球をこう A から C から離しますが、この状態ですね、途中の状態を考えますと、この紐の張力はこの棒ですね、この棒にかかる紐の張力はまあこういう方向ですけれども、これは分解するとこういう方向、水平方向でこうですね。ですからここに小球が B に来た時の速さを外から見た場合ですね、あくまでも外から見た場合は V で、台車の速さがどちら向きかというと、こちら向きに力を受けますから、この台車はこちら左向きですね。ですからこちら向きも正ですからマイナスですね。ですから運動量保存則を考えます。最初は0でした。運動量は0です。でここにおける小球は V という速さですね、 MV です。で台車は左向きですからマイナス V という、こういう式が運動量保存則に成り立ちます。でもう一つはエネルギー保存則ですね。最初は ここですね、 MGH という位置エネルギーでした。でここでは小球は1/2 MV 以上という運動エネルギー、台車は1/2 ラージ M ラージ V 以上という運動エネルギーですね。こういう1式と2式が成立します。これからここでの直前の速さですね、あくまでも外から見た場合です。台車の上から見た速度ではありません。この1式と2式からラージ、まず V ですね、ラージ V を消去します。1式から V イコールこちら MV になって、 MV ですね、 V ラージ V イコール M 分のスモール MV になります。この V をここへ代入します。 MGH はここですね、2分の MV 以上です。2分の M がここです。 V はこれですね、 M 分の M、 これを事情したものがこれですね。でこれで M と両辺を2倍して M で割ります。両辺を M で割りますとこれが 2GH になって M が除きます。これが M が除いて2倍しますから V 乗だけになります。でこれも2倍しますから2が除いて、こう M 乗ですから M が残ります。で M と M 乗で M が残りますね。ですからこういう式、これはこういうになります。で V 乗でくくります。でこれが1になって、これが M 分の M ですね。でこれは M 分のラージ M プラス M になりますから、 V 乗はこちらが分母 M プラス M がこちらに来ますね。この M がこちらに来て 2MMGH になります。でこれを V をこの直線の速さですね、 V を V ですからルートにしますと、これをルートにしてこれが答えになりますね。1番で台車を固定した場合はこの速度は速さがルート 2GH でしたが、台車が動くことによってこれは M プラス M 分の M ですから、ルート 2GH、これは M プラス M 分の M です。小さいですから、これよりも小さい値になりますね。外から見た場合ですから、あくまでも台車が左行きますから、それだけ小さくなるということになりますね。これが A の答えです。次は O ですけれども、 O はこの台車も動いて、この小球もこれもこちら動いていますね。その時の紐の張力ですね、最下点 B に到達した時の紐の張力を考えます。この時は紐の張力を考える時は、この A 運動してますから、台車から見た時の A 運動の遠心力および重力ですね、 MG を考えなければなりません。ですからあくまでも台車から見た時の小球の速さを求めなければならないと。遠心力はなぜかというと AM 倍の H 分の V' 乗、この V' というのは台車から見た小球の速さです。遠心力というものはあくまでも台車から見た時のことを考えなければなりませんね。ですから台車から見た時のここでの紐の張力は重力と遠心力です。遠心力はこの速さは台車から見た時の速さ V' ですね、 V'
をじゃあどうやって求めるかというと、あくまでも相対速度です。台車はマイナス V で動いていますから、この外から見た時の小球の速さ V ですね、 V からマイナス V を、V をこっちこの速さを引いたものです。で V プラス V になりますから、 V は全問でやりましたね。運動量保存則からこういうふうにして出ました。ですからこれは M 分の MV です。 V でくくると1プラス M 分の M で、 M 分の M プラス M の V になります。ですからこれが台車から見た時の小球の速さですね。でこれをここへ持ってくればいいわけです。台車から見た初級の速さ V' は V-V で V プラスラージ V です。ラージ V というのはこれですね、全問でやりました。運動量保存則から M 分の MV、 M 分の MV ですから V でくくるとこうなります。これは M 分の M プラス MV になりますね。でこれを V' をここへ、この式をここへ持ってきました。ですから紐の張力は MG プラスの H 分の M の V' 以上ですから、これの2乗ですね。で V 字用というのは外から見たこの小球の速さですから、ここでやりました、 A でやりました。これを字乗したものがここに来ますね。でこれを全体をこれを計算しますと M プラス M の2乗で M プラス M でこっちに分子がこれ残ります。で H と H で消えます。でここでラージ M とここの M の2乗で M が残りますね。ですから残りはこれで2、これが消えて 2mg とこう m 分の m プラス m になりますね。こうなります。で mg がありますから mg で mg がありますね。でこれをくくるとこれが1になって、これが 2倍になるんですね。 2m プラス 2m で分子がこうなります。でこれは分母が m 分の m プラス m になって 3m になって 2m になりますね。ですから、紐の張力はこの、こういう式になりますね。これ見ると3倍の 3mg、台車が固定している場合は 3mg でしたけれども、それよりも大きくなるというわけですね。紐の張力はこれが答えです。